パーが関、フォーバック右から前、板倉、ヘナン、シンボ、ダブルボランチが田辺、間、右に吉岡、左に野より、ツートップは新加入の酒井と川野と予想しました。キーパーがムン・キョンゴン、3バック右からペレイラ、藤原、安藤、アンカーに安田、インサイドハーフに中川、野岳、右サイドに吉田、左に茂、ツートップは新加入の高橋、そしてパートナーは長澤と入っております。最後に抜けた川野だ、1対1、川野の右足、決定機でした、レノファ。そうですね、まあ、ヘナン選手からね、ここ、まあ、少し大分の方がねディフェンス前にかかりになったところ、うまく裏をついて、安藤、右のストッパーペレイラ、アーリークロス、長澤ヘッド、高かったハイタワー、長澤俊、はい、持ち味出ましたよね。吉田のロングスロー、バックヘッド、面白い、クロスバー。さあ、そのセンターバックヘナンのところです。ワンタッチ、野より、野より、野より、クロス、川野、地方招集のレバンドフスキー、左ドリブル突破のより仕上げた川野浩太、先制山口。いやー、うまく崩しましたね、まあ、サイドのところですけど、これ相田選手がちょっとポジション変えてるんですよね。これに対して、まあ、やはりこのダイレクトが効きましたし、縦パスですよね。かなり気持ちが楽になったんじゃないですかね。立ち上がりの一つ1対1をね、枠外に打った部分があったので。野よりです、斜め45度カットイン、野よりの右足、ゴールの匂いはしました。野より、35度、気温、湿度は 62%、タフなコンディションです。シンボのボール、川野のヘッド、もう一回行く、いやー綺麗に合わせましたね。はい、行きますね、野村選手ね、まあ、ここでしっかりスイッチを入れていきます。いやー行きましたね。でも良い形で取りました。右から行きます、大分、中には2枚、クロスボールが入ってくる、まあ、でも交代に2人ですよね、まあ、鮎川選手、野村選手がやっぱり行こうというような姿勢を出すことで、他の選手にももう一回スイッチ入りましたよね。巻いたボール、ゴールイン、インスイング、中で合わせました、ヘナン、貴重な貴重な追加点、山口2点目。いやー、まあボールが良かったですね、このね、まあ、ニアサイドのところですけれども、このターゲットの上を越えて、まあ、キーパーまで行かない、まあ、落ちてくるボール、まあ、間にヘナン選手ね、しっかり入り込んできて、厚く当てるのではなくね、もうちょっとだけ触るだけですよね、もうかすったぐらいですけれども、クロスを入れてヘディングで折り返してヘナンのクリアです。ここで試合終了の笛です。入場者数1万人超え、山口の街にレノファの風が吹きます。いざ J1 へ、大きな大きな勝ち点3ゲットです。